おい囚人、あらどうやら事ですか。はあ、うるさい。よし。では。それでは。随分と余裕がおありで。囚人を正しき道。やめるのか。ジュスティーヌ、お前の担当だ。閲覧なさい。更生の時間だ。刑を執行撤退です。やめるのですか？見るのですか？閲覧なさい。このペルソナですね。このペルソナですね。
相応の代価は手はお持ちなさい。これですか？このペルソナを引き出すのあなたの力です。構成者合体です。これで良いのか？継承するスキルを選ぶのだ、囚人。大きな力を授かった二人とも始めるのだ。よし。終わりですか？せいぜいあがけよ。おい囚人、あら、どうやらやればできるではないか。おい囚人、その通りです。
では。囚人刑を執行するので脱退です。さあ脱退です。やめるのですか。ジュスティーヌ、お前の担当だ。あなたの奇跡です。終わりですか。せいぜいあがけよ。おい囚人、随分と余裕が見るのですか。閲覧なさい。これですか。このペルソナですね。これですか。このペルソナを引き出すのですね。あなたの力です。公正の時間、刑を執行脱退です。やめるのか。もう終わりか。時間です、囚人。
皆さん。またよろしく頼むよ。にしてもまさか双葉の母親の件が町を騒がしてる事件につながっちまうとはな。こいつはほっとけねえな。同じ力を持っていながら我が輩たちが避けてきた廃人化をわざと起こしている悪党、実在すんなら誰に止められる？我が輩たちだけだ。面白くなってきやがったぜ。お前が弱気じゃ困るぜ。ま、我が輩が豊富な経験でサポートしてやるさ。
ぞ。どうだ、うまいか。はい。そんなにがっつくな、誰も取らねえよ。言わんこっちゃねえ。お茶飲め、お茶。ほれ。え、トイレか。トイレはあっちだ。ったく、忙しいやつだな。昔はよくあいつの母親と3人で飯を食いに行ったもんだ。懐かしいな。そんなことがあったことすら忘れてたよ。あ、危なかった。死ぬかと思った。さて、仕切り直すか。まだ食うのか。もうお腹いっぱい。お手上げだ。どっちだよ。ちょっと便所行って会計してくるわ。大将、お勘定。はいよ。中学の入学祝いでお母さんと宗次郎とお寿司を食べに来たことがあるんだ。あのお寿司美味しかった。今日のもなかなかだったぞ。また3人で来たいな。いつにする。お母さんにも食べさせたかったな、今日のお寿司。お母さんのこと明らかにしたい。廃人化させたやつを私は許さない。そんなわけで協力よろしくな。12万。嘘だろ。寿司より無理そうだね。よし。待ち合わせはここなのか？いない。近くを探してみろ。一人？どこから来たんだ？おい、あれ。家で？どうしたの？まずいんじゃないか？どうする？
じゃねえぞ。あれ助けに行ってやれ。とりあえず交番まで来てもらおうか。君は？はい。友達、ご家族の方？本当だろうね。わかった。双葉、どうしたんだ？すまん。海で克服できたと思い込んでた。ダメだったのか？パニクった。知ってる人いなくて、心臓がドキドキしてパンク。一人。怖くて動けなくなってうずくまった。そしたら周りがざわざわして警察まで来て終わった。困った時はこいつに連絡しろよ。連絡わかった。これくらい近ければ落ち着く。このままでいいだろ。動かなくていい。一人じゃゲーム一本買えないとは。不覚だ。双葉、でもこいつと一緒なら外にも出られる。ひょっとして必須アイテム？頼む、私の外出必須アイテムになってくれ。代わりにこれまで以上にナビ頑張るから。取引成立だな。怪盗団の情報収集能力には私たちも感心しているの。高度なハッキング技術でもなければ到底成し得ない離れ技だってね。誰の仕業？我は汝、汝は我。汝、ここに新たなる契りを得たり。契りはすなわち囚われを破らんとする反逆の翼なる。我、忍者のペルソナの生誕に祝福の風を得たり、自由へと至るさらなる力とならん。よし。決まれば行くぞ。お、どこに行くんだ？ゲーム買う。さっきまで泣きわめいてたくせに。必須アイテムが手に入ったからな。クリア条件は揃った。必須アイテムじゃなかった。二人とも行くぞ。ああ、帰ったか。
え。まあいい。帰るわ。囚人、主よりお言葉だ。また新たな仲間と契約を結んだな。これはまた変わった力の持ち主だ。その力はお前たちを族としてさらなる高みへ導くだろう。心配するな。お前は着実に目的の成就に近づいている。その証拠というわけではないが、今のお前にふさわしい新たな力を与えよう。これよりお前の物語は大きく動くことになるだろう。これまで以上に力を磨き、来るべき時に備えてくれ。期待しているよ。時間です、囚人。戻りなさい。おはようさん。お、制服。しっかりあげめよ。双葉のやつ、朝方の生活にするんだと。
健全な作戦行動は健全なライフスタイルからだ。作戦？続いて今しがた入った速報です。連日世間を賑わせているいわゆる怪盗団事件、騒ぎの大きさを受け総理大臣が官邸で記者団の質問に答えました。近頃怪盗団と俗称される集団の噂があることは政府としても承知しております。現在警察等が事実確認に努めており適切に対処してまいろうと。総理まで怪盗団かよ。正義の味方だからね。改心ね。本当なのか。いよいよ我が輩たちも全国区だな。はあってもクールにか。それ我が輩から盗んだんだろう。例の事件の手がかり早く掴んで我が輩らで解決してやろうぜ。双葉のためにもな。お前ら本当に仲いいな。そろそろ行かねえと遅刻するぞ。お勤めご苦労。やっぱ怪盗でしょ。私思うけど夏休み短すぎない？考え方によるか。ある意味エジプト行ったようなもんだし。はい、ホームルーム始めるわよ。休み明け早々ですが、来週からいよいよ修学旅行です。あ、そっか、そうだ。学生はいいわね。1ヶ月も夏休みの上に、それとは別口でハワイなんて。くれぐれもハメ外しすぎないでね。はい、静かに。ホームルーム終わります。修学旅行か。やっぱその間って解答でき。高牧さん、英語を話せるんだよね。一応ね。すごい。向こういたから普通だって。ねえ、わかんないことあったら英語聞いていい？え？